春が生まれた島の空を涼しい涼しい。皆さんこんにちは。こんにちは。ぜひここね、端っことかにいる方もぜひ真ん中の方に来て、ぜひ私たちと一緒にライブ楽しんでいきましょう。お願いします。改めまして皆さん、こんにちは。私たちは秋田在住のアイドルグループテラモです。よろしくお願いします。それでは私たちここ大田町ですか、初めてなのでちょっと自己紹介からしていきたいと思います。はい、プラモのクールプリンセス優香です。担当カラーは水色で、中学2年生の13歳です。みんなからは優香って呼ばれています。よろしくお願いします。イエーイ。はい、プラモのスカイツリーまゆです。中学3年生の15歳です。みんなからはまんちゃんって呼ばれています。よろしくお願いします。はい、プラモの食いしん坊小麦です。15歳です。みんなからコムと呼ばれています。よろしくお願いします。イエーイ。ゆうきゃんの絵がすごい寂しく感じたんですけど、テンション上げてますよ。そうですよ、テンション、私たちがテンション上げて頑張っていきましょう。はい、今日は太田、はい、太田秋祭り町で秋祭りということで、はい、なんかパンフレットみたいなのに私たちもドーンと乗ってて、ね、すごい嬉しかったんですけど、皆さんパンフレット見ましたか？見ました。見ました。はい、見ました。私も見ました。なんかね、うん、太田にテラモがやってくるって書いてたんですよ。あ、大きくね、ドーンとやってきちゃいました皆さん。ありがとうございます。そうですね、まゆはちょっと大きめにね、ドンと書いてるところを言ったんですけれども、その上にですね、ちょっとちっちゃい字で見にくいかもしれないんですけれども、秋田のご当地アイドル歌って踊れる中高生って書いてたんですよ。ちょっと期待をねされてるようで。歌って踊れる中高生いないですから、なかなか。そうやろ、どうやどうやゆうきゃん、そこでどうやしちゃダメですよ。謙虚に行きましょう、謙虚に。はい、謙虚に歌って踊れるっていうことなので、じゃあ早速、うん、歌って踊りますか。そうですね、はい、はい、まずはじゃあ私たちのデビューシングルの2曲、時代を始めるよ、そして踊りましょう小町を皆さんに聞いていただきたいと思います。はい、踊りましょう小町はですね、小町コールというサビの部分で小町っていう音が、フレーズがあるので、ぜひそこ皆さんぜひ一緒に行ってください。お願いします。お願いします。それでは早速聞いてください。時代を始めるよ。Thank you.
続いてパフォーマンスさせていただきたいと思います。飛び立ちますか。せーの、よいしょすごい着火よなんでまたちょっとじゃあ皆さんと近くなったということで、はい、そうですね、ちょっと食べ物にも近くなってあっちの方ね。そうですね、なんかいっぱいありますよ。美味しい食べ物、皆さん食べましたか。食べた人、食べました。何食べましたか。サンマ。あ、サンマ、そうだね、あのゴルフのホールインワンのゲームでしたっけ。それに参加していただくとなんかサンマが食べれるみたいで。あれかな、焼きサンマプレゼントコーナーってすごくない。このコーナー風に乗ってサンマの焼き魚の匂いがねわーって飛んできましたよさっき、うん、美味しそうだ ね。やっぱもう秋ですから、うん、風とかも冷たくなってきてこういう時サンマ食べたくなるよね。ですね、秋の味覚ね、食べたい。その他にもあっちにはなんかラーメンとか焼き鳥なんかいっぱいあるみたいなんで、もうちょっとでお昼時なので、うん、ぜひプラモライブ終わったらね焼きサンマとかゲットして食べてほしいなと、うん、思います。では私たち最後の曲、歌わせていただきたいと思います。最後は皆さんでこう手を振ったりなんかして一緒に盛り上がりましょう。それでは聴いてください。 I can, you can, やればできる。I can do, you can do, I 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 can
ありがとうございます。ありがとうございます。この後私たちはあちらの方で物販会を行うので、はい、ぜひ皆